日3回ですね、出ていただければと思います。続きまして、課外活動の方の紹介をしますので、サポーターの平野さんからさせていただきましょう。皆様、お手元にあるこちらの、こちらのチラシから、ください。私たちイベント企画チームは、10月5日に、トリエンナレの課外活動そして横浜トリエンナーレ2014 300日前カウントダウンイベントということで、みんなでハンマーヘッドを見に行こうという、企画を、考えました。で、10月1日っていうのが来年の表開催までちょうど300日前となっております。で、その来年の会場の一つであるハンマーヘッドスタジオの見学や、横取りアート関係者によるトークイベント、サポーター交流会などをしています。また当日、横浜トリエンナーレサポーターフリーペチームが、制作いたしましたフリーペーパー横取り図第1号も、送還されます。それで、日時なんですけれども、10月5日2時に、JR 桜木町駅に、集合して5時に終了予定なんですけれども、ざっくりスケジュールをお話しいたします。2時に桜木町駅に集合しましたら、まず、集合してくださった皆さんにフリーペーパーをお配りいたします。で、ハンマーヘッドスタジオまでそれをみんなで配って、練り歩きます。で、ハンマーヘッドスタジオに着きましたら、先ほど言いましたようにスタジオ見学や、トークイベントで、登壇者なんですけれども、バンカートの池田さん、代表の池田さんと山野さんと、横浜トリエンナーレ組織委員会より一緒に登壇していただく予定となっております。で、希望者の方のみ、交流会に参加していただく予定です。っていう感じのスケジュールになっております。で、募集定員なんですけれども、目標100名ぜひ、限定100名、目標は心の、ちょっと本音が出てしまいました、すいません。で、ちょっと、すいません。で、横取り図フリーペーパー創刊記念 T シャツを100枚、限定で制作いたしますので、参加された方にはプレゼントいたします。ぜひぜひ、皆さん参加していただきたいと思います。で、申し込み方法なんですけれども、以下の通りになっております。10月4日までに、以下の通り、私が読んだんですけど、10月4日までに、申し込んでいただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。企画の上坂です。よろしくお願いします。今お話にあった10月5日のイベントを盛り上げる、それでもこれからのトリエンナーレを盛り上げていただくためにも、9月25日から10月2日にかけて情報強化月間というものを設けます。サポーターの皆さん、これはミッションです。 Facebook ページ、Facebook とか Twitter とかやってる方、多分サポーターの中にいっぱいいると思います。で、その方々には Facebook ページ、Facebook ですね、にいいねをしていただきまして、各記事、いろんな情報とかに載せてるんですけども、そちらにもいいねをしていただきまして、サポーターの皆様のお知り合いとかに、広げていただければと思います。で、Twitter の場合だと、おそらく横浜トリエンナーレサポーターの、Twitter をやってるので、そちらをフォローしていただく、で、各記事をリツイートしていただきまして広めていただきたいと思います。それにつきましては、トリエンナーレ学校ボリューム5というのは、工程表の中にですね、Twitter ページのこととか、Facebook ページのアドレスを載せているので、ぜひお願いいたします。で、まだサポーター登録してない方っていうのも、この中に普通にいると思います。その方々は、サポーター登録ってなると、ここだけの話
ページとか Twitter をフォローしていただきまして、各記事をいいねしていただくことで、活動に徐々に関わっていただけたらなと思います。これで協会義務感の説明の方を終わらせていただきます。ありがとうございます。さあ、何を話しても、以上で第5回ですね、記念である学校の方を終わらせていただきたいと思います。またお帰りの時には椅子の片付けとご協力いただければと思います。菊さんにもう一度最後大きな拍手を。